ときめき浜松市浜名湖でワーケーションを満喫うな。皆さんこんばんは、浜松市生まれの音町うなです。この番組では私の大好きな浜松の魅力をたっぷりお届けします。うな、今回は今大注目新しいライフスタイルワーケーションについての話題です。久保さん、はいはい、うなちゃん、今日は浜松市西区閑山寺町にある閑山寺佐合ロイヤルホテルにやってきました。小林さん、ワーケーションって何ですか？はい、ワーケーションとはワークとバケーションを組み合わせた総合で、観光地など普段と変わった場所で仕事をしながら休暇を楽しむ過ごし方のことなんです。今日はワーケーションを体験してみましょう、はい、まずは船に乗っていきますよ。船で？浜名湖遊覧船閑山寺港からおよそ30分で目的地の三ヶ日瀬戸港へ。去年リニューアルしたばかりの新しい港なんだうな。さあ到着しましたが、一体どこでお仕事するんですか？はい、こちらのコンテナです。え、ここでするんですか？最高の景色ですね。はい、お仕事はこちらの席で、 Wi-Fi などの環境も整っております。ここなら気持ちよくお仕事できそうですね。そしてワークスペースはお隣にあるこちらの建物にも。カフェが併設されていたり、トレーニングやエステも体験できちゃうんです。さらにはお腹が空いたら特製のうなぎ弁当でのんびり休憩、自由に働き自由に休暇を楽しめるよな。身がふっくらしてて最高に美味しいです。もうこの景色の中食べるうなぎ弁当、贅沢ですね。ちょっと久保さん、全然仕事してないじゃないですか。仕事をするもよし、観光をするもよし、ホテルに戻って温泉に入ることだってできちゃうんです。まさに新しいライフスタイル、ワーケーション。では久保さん、今日のときめき短歌お願いするな。はい、浜名湖で仕事と休暇、ワーケーション、気分ウキウキハイテンション。浜松大好きよなー。